こんにちは。この花の寒月です。今日は花襦袢の着方をご紹介してまいります。着姿がスマートに見える土台作りのご紹介も一緒にしてまいりたいと思います。はい、それでは早速、花襦袢を着ていきます。はい、羽織ってですね、背中の紐をですね、あらかじめ宮津口の中に入れています。こちらですね。はい、襟を抜いていただいて、自然と襟が抜けるような形にはなっております。はい、紐をご自分の前で結びますね。蝶々結びでいいです。はい、そして紐を絡げますね。はい、襟を合わせていきます。襟が詰まりやすい方とか、ここが緩みやすい方は、少しね、ここご自分のくぼみの上になるぐらいの重ね方で重ね方をしてみてください。はい、そして紐を宮津口から出しますね。はい、こちらの紐を背中で交差して前に持ってきて、蝶々結びでいいです。紐を結びましたら絡げますね。そしてですね、背中のシワをきれいに伸ばしていきますね。まず縦に伸ばしていただいて、あと背中のこの脇のシワですね、これをしっかり親指でここご自分の脇に集めてください。ここですね。そして背中のシワきれいに伸ばしてすっきりとさせてください。はい、そしたらですね、次なんですけれども、よく言われるのが、ここがとにかく緩むって言われることが多いんですね。で、普通はこの紐の上に伊達紐とか伊達締めを巻いていくんですけれども、襟元が崩れない着方ですね、そちらはこの伊達締めか伊達紐をですね、ちょっとご自分の胸側上の方にしてみてください。そしてこれがすっきりとスマートに見えるコツにもなります。はい、ちょっとやや上気味に広い面で押さえていただいて、紐をですね結んでいただいて、広い面の中に入れてしまいます。紐はね、この場合はちょっと見えても大丈夫です。ちょっと胸側を押さえるイメージですね。いつもだったらこの辺りになるのをちょっと上の方ですね、上げてみてください。そうするとね、ここが緩まなくなります。そしてすっきりと見えるコツなんですけれども、ここにね、縦のライン作っていただくとすごく綺麗になるんですよ。着物着た時にすごく綺麗なので、こちら内側ちょっと引っ張ってあげてください、ね、でこちら側も引っ張ります。そしてこれをすることによって、ここがピタッと胸に張り付きます。そうするとね、着物着た時にすごくすっきりとスマートに見えますので、ぜひぜひこの着方を参考にしてみてください。はい、花襦袢の着方はこちらで完成になります。今日はスマートに見える土台作りをご紹介してみました。よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。